新たな首都の襲来に出撃するゼロ号機。だが警戒を続ける第16の人に手が出せずにいた。波長パターンを周期的に変化させる首都に対し戸惑うリズム。首都は固定形態ではないと判断するリズム。マニの回答を導くのはデータです。様子を伺うで使徒が迫る。先に手は出せない。これは何か泣いているのか。私これより攻撃のズルに殲滅させるわ。来るべき。初号機の凍結を全時刻をもって解除。アルミ、一緒に。ただ見てみて。戦闘配置。ミッションモード突入。エヴァンゲリオン発進。頑張ったね、みんな。私が止めてみせるわ。ログナイズ。
十分よ。当たってきなさい。船旅でしたよ。やはりこれのせいですね。すでにここまで復元されています。高価ベイクライトで固めてありますよ。生きています。間違いない。人類補完計画の要ですね。そうだ、最初の人間アダムだよ。
したもんだ。一刀両断した第7の人は分離合体能力を持っていた。なんてインチキ。 N2 爆雷によって足止めに成功するも、最進行は時間の問題。おめでとう。
のはデータ不足ですね。ただあの子たち固定給付ってないから確かに先に行っては出せないか。これより攻撃に移ります。私が行くわ。来るぞ。
でなくても。準備。
に移ります。綾波レーム来る、行きます。ミステマですね。頼んだわよ、レイ。
Thank you.
は2号機を輸送中の太平洋艦隊でアスカと出会う。真珠をライバル視するアスカ、そこに艦隊を襲撃する第6の使徒を目撃する。アスカは自らの操縦を真珠に見せつけるべくレバ2号機に搭乗させて出撃する。初となる水中の使徒に対しアスカとシンジが挑む。来た、行きます。
動き、初号機活動限界です。新着動け動いてよ。Thank you.
かね。そのためのネルフです。期待してる。私が止めてみせるわ。ロングナイフで十分よ。かかってきなさい。感じ。